どうも、こんばんは、うまけちです。今週も、うまけち競馬予想よろしくお願いいたします。はい、出ました。2000万。いやー、G1 でね、ちょっと2000万馬券はね、ちょっと当てれないですよね。枝さんがね、やっぱりやってくれましたね。18番人気の3着。いや、これ当たった人おるんでしょうかね。羨ましい。まあね、現実的に、ちょっとなんとかね、現実的な、額で、なんとか当てていきたいと思います。今週はね、2つ、重賞レースあります。まずは土曜日の、平安ステークスから、よろしくお願いいたします。はい。では、こうなります。そうですね。私、本命、クリノスターオーでいきたいと思います。昨年のね、優勝馬になります。連覇を目指してのね、登場ということで、前走ね、アンタレスステークスをね、4ヶ月半の休み明けで、ながらね、勝っております。重賞3勝目をね、マークして、ちょっと今、乗りに乗ってるね、クリノスターを、実戦ね、一度使われた上積みもね、見込めるだけにね、楽しみではないでしょうか。クリノスターを本命でいきたいと思います。それから、アジアエクスプレスが対抗ですね。まあ、実績十分なんでね、あとはまあ、骨折休養明け、まあ2戦して、まあ2着が2回とね、まあまあ、上向いてきてるんではないかなっていうところでね、まあ、そんなに負けてませんのでね、0.1秒差なんで、まあまあ、大きく負けてないっていうところで、そろそろ本領発揮かなっていうところで、対抗にしました。まあちょっと人気になりそうなんですけどね。それから、黒三角がナムラビクターですね。この馬もね、前走アンタレスステークス組になります。3着と好走しております。まあ、その時もね、3ヶ月の休み明けだったことを考えるとね、上出来ではないでしょうかね。まあ、優勝争いにね、こうやってくる、まあ、一頭ではないでしょうか。それから、ローマンレジェンド。今年で7歳になりますけども、まだまだね、若々しい馬体を維持しております。京都のね、ダートコースは4勝してますしね、得意なだけにね、侮れない一頭ですね。それから最後に穴っぽいところで、どこ吹く風。こちらは前走ブリリアントステークスを制して、オープン特別を初勝利。まあ、上がってきてますね。まあ、相手なりにね、走るタイプの馬ですので、今回ね、重賞初挑戦でもね、いい勝負してくれるんではないかなっていう思います。平安ステークス、それから、今週はね、オークスがございます。まあ、ルージュバックのね、復活、レッツゴードンキの連、2冠目なるかというところでね、まあ楽しみなレースが続きます。まあ、それで、ということで、平安ステークスのね、予想をね、終わりたいと思います。